T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。アンダーワールドの神を倒したところです。なかなかの鬼畜っぷりだったよね。ひどいものです。さて、今度は 1.9 歳の家。すさんだ心も救済してほしいところですが、本当の意味での救済ではないんだろうなというのは予想つくところですね。そうね。アンダーワールドのメイズがまだ3つないのが気になるけど、細かい探索はまた今度にして、まずはここを見ていきましょうか。だいぶ長かったのでかなりカットしてますが、それでも長いです。そうなんだね。この新民たちは幸せなのか。わかった。さらに強くなってるね。もはや強攻撃を主体にしないと辛いレベルだな。だけど相手の攻撃を弾きながら攻撃するためには弱だし、その辺が難しいところです。今更ですけど。そうね。お、いきなり破片か。珍しい。家具を壊しまくっているけどいいのかな。大丈夫です。どうせ移動したらすぐに戻るタイプですし。あ、確かに。よっ！よっ！あこれでこれしか減らないのか。いかにも隠しとかありそうだけど。あれ？ちょ、取れないんだが。変なところに出たねー。消え？あらら。早すぎませんか。まあどうせ取れなかったからいいけどさ。アニマはどんなに離れてても吸い取ってくれるのですが、なぜかガロッチンはかなり近づかないと取れないので、そこは序盤から苦労してきました。いずれアニマみたいに吸収できるようになるかなと思っていたんだけど、この調子だとそういうスキルはないかもな。あるならここまでで出てきてそうだもんね。そこは少し残念です。白の塔。となると対比で黒の塔とかもありそうね。今度は壁が真っ黒なのかな。え、ここ面白い。同じ場所だけど少し奥に触れたりします。手が細かいね。そろそろ同じ敵との戦闘はカットでいいかな。どこが開いたのか。キルリストだったのね。そういえばいたかな。周りが鬱陶しいけど。むしろ援護がメインかしら。このケオケオはそんなに強くないですもんね。左にも何もなし。え、開いてるんじゃないの。はい、ただ何もないと判断して進んでしまいました。まあいずれ見ておくと思います。忘れなければ。大丈夫かな。雪。え、誰？人だね。おい。え？はぁ、これはこれは。セリフはわかるけど文字が読めない。お前、さては騎士というやつか？
うん、君たちの言葉は難しいね。何者だ。おっと、ちょっと待ってよ。僕は君たちが言うところの臣民だけど、敵じゃない。臣民なの？嘘だろ。どちらかというと味方さ。もはや人間なんだけど。っていきなり言われても信じられないよね。そうだ、まあ少しばかり僕の話を聞いてよ。臣民がここまで擬態できるということは恐ろしい可能性が考えられるわね。へえ、アニマとか虫を食べてるのか。意外に真面目だったりするの。顔が怖いんですけど。なあ、頼むよ。1万で少ないとか言われるのは切ないけど、まあいいですよ。よし。待ってるよ。軽い人だね。どういう存在なんだろう。神の息子。先民の過去についても知ってるみたいだって。かなりのキーパーソンになるかもな。ちなみにフェイスグラティアンってこの辺ですね。ロッドとかついてない純粋なやつの方がいいのだろうか。とにかく黒いいつもの敵だね。おお、落ちれるとは思わなかった。え、でもどこに出るんだろう。入り口。そりゃそうだよね。考えてみれば当然でしたね。まあいいや、またここから倒していけばちょうどいいでしょ。そうね。そうか、まだエレイレが残ってるのか。ここは二人いるパターンが多いね。そこ。オッケー、ようやく達成。シェイキ。そこ。持ってきてくれたのかい。気持ち悪いけど。久しぶりの食事だったのね。ここまで我慢してたのは割といいやつなのかも。これ、持っていきなよ。また頼むよ。臣民と仲間になるというのも面白いな。やあ。なあ、頼むよ。よし。今度はビニオス。この白い巨体の方ですね。さっきよりはちょっと強いか。ただアニマはその分多いので数は少なくて済みそう。あれ、なんだ、すぐ横にセーブがあったのか。こっちに来てから落ちればよかったな。まあ知らないしね。壊せないのか。限界突破武器来た。初めてだよね。やっと強い武器が作れそうだぞ。そろそろ限界を感じてたところです。もっと強い武器が欲しいと。あれ、白くなってる。さらに強いね。一段階上がっちゃった。この短い間に何があったのさ。って？ああ、そうだと思ったよ。
け、壊せちゃうのか。よっよっ、そこ。え、結晶石が出ました。再生のクリスタルからそんなのが出るんだね。クロノ塔、家具を壊すのも無意味じゃなかったな。なぜ部屋が分かれているんだ。ちょっとした迷路になってるとか。なるほど、面白そうと思ったけど、別にそうではなく、ただ面倒な感じでした。たまにこういうのがあるけど、基本は左だけでよかったような。そうなんだ。え、また限界突破。今度は体験ね。でもその手前が空欄だから多分作れませんよね。もしかしてどこかで見逃しているのかな。その可能性は高いだろうね。あ、いた。今度はエレイレ。まるで飲みすぎた人みたいな名前ですけども。やめて。これも周りより弱いのでしょうね。簡単だったね。ふう、終わった。これで開くと、オッケー。え、また雪だ。このバルコニーからも降りれるのかな。できそうですね。あれ、ドローンビートルだ。だいぶ序盤にしか見なかった敵だからか。弱いね。なぜこんなところに。意外にその素材は使えるから嬉しいけど。そうなの。ほら、料理でスパイシーにするものに使います。そういえばそんな話だっけ。ちょ、壁の向こうから敵の矢が貫通してきてるけど、そこはしっかりしてほしい。でもさっきはこっちの攻撃を壁越しに当てたりしてたしね。あ、すみませんでした。うっふ。残暑中失礼。今度は限界突破の弓。そろそろそういうレベルなんだろうな。壊さなかった。さすがにね。ろうそくがついているのに暗いな。メイズだ。さらに隠しまで。トゲが隠れてなかったけど。少しだけヒントをくれてたね。なんかいるな。うっすらとトゲが。今まで全く見たことない敵。よっよっ、ボスじゃないんだよね。よっ、はっ、そこ。まあ弱いからよかったけど。あれ、なぜ消えない。まさか。不死身。そういうタイプか。アンデッドには炎が有効だったりするけど、松明じゃダメ。どうだろう。燃えてますね。行くよ。おやぁ、燃え尽きた。ほら、効果あったんですよ、きっと。まさかね。本当に松明でよかったなんて。びっくりですね。ただ単純に2回倒せばいいだけだったりして。そっちの可能性もあるね。それにしても怖い見た目だな。
胸に刺さった槍が痛々しい。ただ今まであまり気にしてなかったですが、グラティアンも胸に槍が刺さったような姿なんですよね。もしかしてあれの行き着く先があいつなのかなぁ。メイズ内で釣り。珍しい。トガビトを釣りそうですけども。ちゃんと魚影がありますね。後で来る気がしないので今のうちに釣っておきます。それがいいね。一匹だけだったのか。また新たな騎士、安らかに眠れ。夜の一族ってもしかして吸血鬼かしら。そうかもしれませんね。そう考えるとちょっと惜しいですけど、でもやっぱり元の姿がいいかな。確かに見慣れてるからか一番しっくりくる。またこのろうそくみたいなのがあった。なんなんだろう。アンダーワールドでもうくらいエリアは終わったかと思ってたんだけどな。ライトの出番はまだありそうだね。ここまで進んできて扉。そりゃ切ないな。やっぱり登れたのか。見えない。今自分がどこにいるのか全然把握できません。それにしても広い家だよね。小魔女ちゃんが教会と呼ぶのもうなずけます。ただの家じゃない。マップとしては戻っているんだけど、多分階層が違うんだよな。うわ、また。めっちゃ強いんだけど。ミサイル。私の予想が正しければこうやって燃やしてから倒せばいいと。やった？ 2 回は必要なかったってことか。やっぱり燃やすのが正解でしたね。意外にも正解にたどり着いていたんだね。嬉しい。あ、なるほど、これで開いたのか。途中の敵は全部倒したけど結構な距離があるので見てください。ここ全部に敵がひしめいていたのね。そうなんですよ。大変でした。しかもここから戻ったらまた全部復活してたし。それはかわいそうに。何？落とされたら隠し通路がわかったんだけど。あら、お優しい。教えてくれたのね。そうなの。これはさすがに見つけられなかったかな。ヒントなしじゃ自力では厳しいよね。限界突破武器。ただここで必死に戦っていたら。まさか忘れたの。次回見るので許して。お待ったさんね。だってほら。あら、キルリスト。こんなのと戦ってたら忘れちゃいません。ちょっと気持ちはわかるかも。とにかく連続攻撃よりもため攻撃で、それを意識していきます。まだ近すぎるな。
強攻撃を1回出してから貯めるから、もっと手前で出さないとダメなんだ。この辺から。そうね、え、気のせいか。2段階まで貯めても弱くない？レジストって出てるから軽減されてるね。何に耐性を持ってるの？物理攻撃だったら終わってるんだけど。違う武器にしてみたら。そっか、ここでこそ弓が入るかもな。よっ、ふっ、それ、よっ、ふっ、は、よっ。しばしお待ちを。装備を変えますね。え、ここでも気づかなかったの？いえ、さすがに気づきましたが、ここは弓をと思いまして。なので正確にはこの後忘れたということです。聞いているっぽいね。よかった、弓が正解か。あまりにもダメージが低くてびっくりしましたよ。2段階貯めれば大抵の敵はひるむ次第ダメージだったから。そうだよね。ただ雑魚が大量に出てくる場面では弓は弱いな。というか私の持っている心理で対応しきれない。これでも慣れてないだけかな。でもやっぱり強い敵だったんだね。苦手意識復活です。結局そうなっちゃった。ふう、でも倒せてよかった。じゃあ戻しますね。それにしても広いなあ。あ、そうか、左は上からか。でもそれって普通のルートだし、むしろここは隠しだったんだから行くならこっちからかな。そうだね、普通なら見つけられなかった場所だもん。お宝に期待してしまうなあ。来た来た。不要なものの中にお宝が眠っているものですよ。おっと、メイズかい。あとはメイズだけね。隠しを見つけられないとメイズにも来れないんだ。だからアンダーワールドでもメイズが見つかってないんだろうね。うわ、また。倒し方が分かったとはいえやっぱり面倒な敵です。しかもそのせいで松明が手放せなくなってますし。まだいるんだね。あ、血まみれの爪はこいつの素材だったのか。それはありがたい。え、これで終わりなんてことはないよね。そうそう、これ石碑くらいないとね。ライト。え、これってジョージってこと？その通りでした。うおう、もうガントレットのライトとか松明はいるけど、使わなくても明るいっていいな。まあそれでも暗いことは暗いけど。正直ね。そこはごめんなさいね。こんなところにあったのか。しかもまたあと一個。惜しいなぁ。娯楽。セーブゾーンの前に。また倒さないと使わせないってやつ。それにしてもここだけ異常に暗いんですよ。ライトがついているはずなのに敵が見えないレベル。そんなないだ。
これマジで見えませんよ。だから正直何でダメージを食らっているのかわからないくらいで。それは辛いね。うう、女神様。お、一匹倒した。え？なんで？どこから出てきたのかしら。まさかあなたがけしかけ。騎士様、いやそんなはずはない。この先にはこの地の神がいます。今の騎士様なら神と対等に対峙することも可能なように思います。足を踏み入れる前にしっかりと準備をしておきましょう。この場所でなぜそんなにも明るくいられるのかが不思議。神民でも血が飛び散って岩とかゴロゴロしてるもんね。もうこの家やだ。早く終わって移動したい。うん。これは全部終わってたか。特にファブリカは強かったわね。さすがにレベルが低すぎるのかな、と。でもあれだけ捧げても4しか上がりません。1上げるのに7万6000も必要なんだ。恐ろしいでしょ。だけどこれでやっとレベル39ですもんね。どうなんだろう、めっちゃ低い気もするんだけど。でもまだ進めそうだから一応いいのかな。適正レベルがわからないね。さて、集めてきましたよ。どうだい？まさかあんな敵からだとは思わなかったけど。意外に辛いことを要求されてたんだね。ありがとう。あなたのためなら何のその。よし。あ、今の一瞬で直したの。これを。オリハルコン来た。わかる気がします。いやいや、あなた限定とは言えませんよ。それじゃ。かりそめの優しさだった。いや、無茶はしないでくださいよ。なんて大きいの。こいつが気になる人。うん、今助けますから待っててください。よ、余裕があったら助けてください。どっちなのよ。おいおい、彼女に闇レーザーを当てるな。待って、そこにいるといろいろまずいからこっちまで来て。よっよっ、オッケー。ドロップが。ちょ、すまない。助かったよ。己の実力を見誤っていたようだ。今回ばかりは死を覚悟したよ。君が来た時、安堵と同時に無謀だと思ったんだ。二人でここにムクロを並べるんだと。しかし、まさか奴を倒してしまうとは。いや、こんなところでくじけているわけにはいかないな。今の戦いで守られる側というのも、
思った以上に恐怖を感じるのだと知ったよ。守る相手に安心してもらうためにも、もっと精進しなければな。新米だと思って、いろいろと教えてきたつもりだが、早くも君から学ぶ日が来るとは。いや、実にめでたいことだ。君ももう一人前ということだろう。これを持っていくといい。それは、騎士が教え子に一人前の証として渡すものだ。君は指示したつもりがないかもしれないが、私なりにいろいろと教えてきたんだ。弟子と言ってもおかしくはないだろう。師匠。さて、私はもう大丈夫だ。少し休んでから移動することにするよ。また会おう。いよいよ師匠を超えましたかね。まだまだ。あ、やっぱりドロップは消えたよね。くっそー。まあいいか。ん？そうか、本来は傷だらけなんだもんな。これで癒せればいいのですが。でもこれで死亡フラグは消えたんじゃない？そうですね、そんな気がします。ふふ、嬉しいなぁ。師匠から認められちゃった。そうね。ああ、さすがにこいつは強かったんだ。攻撃力が倍以上ある。大きさもすごかったもんね。よし、それじゃ今回はここまでにしようかな。長くなっちゃったし。神の息子にはまた次回報告に行きましょう。それでは次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。